はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル剛腕の紳士緑の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。まずはアビリティを見ていきましょう。リーダーセロハンですね。漫画イカ様取り込む経験カウントアップをつけています。シケチーですね。勇気何も死ぬことはね、やらせていただきましたをつけています。そして、ガムイギーですね。生命時期完全生物波紋の治癒をつけています。そしてスタンバイにはポルナレフですね。蘇生仲間を救う軌道ハヤブサの歌を入れています。フレンドにはムダリを迎え入れます。では参ります。もうね、シゲチーとガムイギーを使った、結構有名なパーティーなので、これまでですね、未暴録としてご覧ください。未暴録という言葉が出てきませんでした。まずはここは、CS なんですが、うまくいけるか、残念。弱点がつけなかった。よし、これで弱点がつけたので、ほとんど カウンターにはね、全然気をせずに、気を使わずにいけますね。これでまだ中央でいきたいですが、ここでいいか、やっちゃいましょう。はい、中央に行きました。もうね、倒しきれるはずなので、まあ倒しきれなくても、一応ね、CS はもう一回打てるのでね、やっていけます。ハモの中がうまくハマっている感じですかね。カウントアップがちょっと余計な感じで動いてますが、結構必要だったりするので、ありがたく使わせていただいております。そろそろ倒しきれますかね。倒し切れましたね。はい、はい、続いて造園ですね。もうここの造園はシゲチーで一発でいけるはずなので、シゲチーでいきましょう。ダメだった。ボレーダメでしたね。ここはガムイギーか、ガムイギーでいきましょうかね。ガムイギーで倒しましたね。あとはしきりましたね。では、CS を使いながら今度は行きましょう。一応 CS もう早めに使っちゃいましょう。両方倒せましたね。 OK、 はい、ゲージを吸い取られますが、セロハンがね、リーダーなので関係ないです。ここはリングが邪魔なので、一旦リングを破壊
し、セロハンで弱点を上手に突きつつ、CS を打っていこうと思います。そして、ここでシゲチの出番ですね。あとはガムイギで走るのみです。まずはここで、倒せてますね。じゃあ一応ですね、産物を重ねていくことにしましょう。CS をしながらいきません、このまま押し切っちゃいましょう。押し切れるはず、押し切れるはず。うん、足りなかった、残念。さあここで狙われるのは誰だ。ガムです。ガムイギーがやられました。しかし何も死ぬことはねえがあるので無事です。あとはカメオですね、カメオです。カメオが降ってきました。気になるのがたまみだけなので、ここはもうね、CS を使っていきましょうか。余裕があるので。もうタマミも倒しきっちゃいましょう。タマミ倒しました。全員倒しきった感じですかね。で一応ゲージを満タンにしていきましょう。そしてゲージを取られますが、産物が乗ったので、これは振り方がまずかったか。振り方がちょっとまずったような感じですが、ここでは、どうしましょう。弱点を一応ついておきましょう。弱点をついて走り回りましょう。そうすればCS でも良かった感じですね。CS で良かったかな。まあシゲチがいるのでシゲチで CS ですね。はい、打ち倒しました。まあ漫画があるおかげで、かなり楽にね、ゲームできますね。まずここは泡風呂地獄なので、アイテム地獄なので、とりあえずははい、気を取り直していきましょう。ちょっと無駄にね、シゲチじゃない、ガムイギーが死んじゃったので回復しておきましょう。ではですね、ばらまいておいて、一応ここでね、一回 CS をね放ってみようかなと思います。一回弱点をついてからですね、ここはもう連打で真ん中で行きたいんで、真ん中ですね、真ん中で、止まってるか、お大丈夫でしたね。弱点ついてるので大丈夫だとは思うのですが、
これで大体のやつのには、当ててるはずなので、あとはケニジーですね。ケニジーだけを倒せれば大丈夫といったところでしょうか。ケニジーが倒しきれるか。弱点、属性なので、あ、これは倒せそうですね。倒しきり切ったようですね。ダメージヒットが出てこないので、それよりも止まらない方に気が向いてるのですが、どうなんでしょう。あ、止まりましたね。よかった。あ、どうしようかと思いました。さあ、ここは一応ですね、アイテムをなくしつつゲージを貯めます。ターンもスキップしてくれましたね。これで、CS を放っていけます。失敗したか。これは最悪な時代になるなりかねないぞ。まずはそうですね、倒していきましょう。どこに持っていけるか。これでいけるか。自爆には巻き込まれないはず。大丈夫ですね。 OK。 はい、3ラウンドクリア。いやー、厳しいですね。やはり緑は何か辛い感じがあってたまらないです。していきましょう。そういえばクリアスキル狂気だったんですね。今まで知らなかったです。ではですね、弱点をつきついてちゃんとつけましたので、ちょうど真ん中なので、スキルを今まで知らずに使っていたっていうのがね、申し訳なかった感じですね。さあ、今度はどこまで削り切れるかですね。一応ムダディオまでは倒しておきたいのですが、どうなるか。無駄ディオではないですね。ディオブランドですね。冷凍ディオを、冷凍ではないです。これ何ディオになるんだ。配布ディオですね。手札の配布ディオでしたかね。こちらが倒しきれるか。倒しきった感じですね。あとはジョナサンが倒せるか。ジョナサンも倒した。はい、バフなしで倒せました。よかった。
か、ここもきちんとやっておきましょう。ですね、バフもないような感じですね。ここはもう一度ね、ガムイギーで走り回って、ゲージを貯めていきましょう。ここに来て大切なことを忘れておりました。ゲージ回収をするのを忘れてましたね。ゲージ回収をしてないのでシゲチーが動かない。まあ一応そしてですね、ブレイクスキル一つも持ってないですね。じゃあこのまま死亡しに行きましょう。回収するために走ってもらいます。無駄に蘇生がついているおかげでなんとかなっておりますね。ここでシゲチの CS ですね。さあどうだ、出てくるんかいですね。ものすごいものが出てきました。ここはですね、一応オルナレフに向かって、OK、結果オーライな感じになってきた。しかし弱点がつけそうにないのがつらい。このユカコさんを倒せたので、よし、弱点がつけましたね。これでなんとか、クリアできそうな見込みが出てきました。アンジェロも倒せそうですね。いやー、よかった。さあこれで倒しましたね。続いては、今度はガムイギーでなくアーマーテイクオフですね。押していきましょう。後でね、倒せましたね。いやー、よかった。一時はどうなるかと思いました。なんとか倒すことができました。はい、クリア無事できましたね。中身が最終ラウンドが本当グダグダしましたが、
無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね動画を見ていただいて誠にありがとうございます。また別の動画でお会いいたしましょう。ではラーサバダイ。